はいどうも、パチオです。えー、僕の動画をね、普段見ていだくださってる方にはね、ちょっとしたお知らせがある、ま、もんですから、えー、最後までちょっと動画を視聴していただきたいなという、まあ、連絡事項です。えー、あります、えー。今回の話題はですね、あのー、リンの田舎暮らしという YouTuber をやってるリンさんという方がね、あのー、ストーカーにあって <laughs>、 でその、まあ、田舎で生活し始めたんだけどその村八部にあったでそのセクハラ等の被害を受けて別の町に引っ越してでそこで生活してたんだけどそこで生活してますっていうことを公表したらそのストーカーみたいになんかまあセクハラ行為をしてきた人間がそこのそこのところに突してきてで今はその関東の方に避難してますっていう動画をね まあ、昨日だったかなおとといだったかなに出したんですけど、えー、そのことについてちょっと喋っていきます、えー。場所はね、北海道の鶴井村というところです。えーまあ、簡単に言うと、東ほ北海道ですね。あの、釧路市の北側にあります。えー、そこで、まず生活をし始めました。で、そこで、まあ、ね、あの、田舎特有の色々が、 <laughs> あったのかななかったのかなわかんないけどまあ男性に言い寄られということがあって、えー、知れとこの方に引っ越したんですね、まあ、知れとこのどこら辺かわかんないですけどちょっと、えー、ということでしばらくそのどこに行ってたかっていうのは、えー、公表してなかったんですけど3月ぐらいかなにその今知れとこにあの嫌がらせを受けたんで逃げて生活してますみたいなことを公表して <laughs> 途端に4月にもうなんかその今まで逃げ逃げてたその相手がその知床に現れたと。ということでその警察とかに相談して逃げてくださいっていうことを言われてまあ事務所をねあのウームさんだよねウームが借りてるアパートに東関東のアパートに引っ越したというそういう話なんですけど、えー、これね田舎って でまあ僕がねその田舎出身だっていうほど田舎じゃないんですよベッドタウンなんで僕の場合は割と人の多いところにいるんで、うん、まあそういう経験はないんですけどやっぱりその田舎って僕よく行くんですけどその人が少ないまあ圧倒的に人が少ないじゃないですかでそうするとねその近所付き合いっていうのもあのもう。 ね、生まれた頃から知ってるみたいな人がずっと知り合い同士で大人になっていくわけです。あの人口の流入の方はすごく少ない状況です。まあ、珍しいですよね。だから何でも知ってるし、そのルールは分かってて当然だしっていう状態が発生するわけです。えー、それでね、新しい人が来る。で、都会とかね、まあ、僕が住んでたのはあの一宮愛知県の一宮市と江南市。 まあ、言ってみや、その名古屋市のベッドタウンですからあの、人が出てったり入ったりっていうのが当たり前なんですよね。まあ、そうするとねあの、ご近所さんにも特に興味はないですしあの、お付き合いもないというような状況が生まれるわけで、まあ、そういう場合はいいんですけど、田舎の場合はその、今まで自分たちが作ってきたルールの中に、ポツンと一つだけの異物が入ってくるっていう状況です。でそれが 受け、ね、自分たちのルールに適応してくれればいいんですよ。だけど、その、自分たちのルールに合わない行動をとるとか、ご近所付き合いを拒絶するというような状態になると、まあ、トラブルになってしまうというのは分からなくもないですね。えー、まあ、それこそ、その、田舎にもともといる人からすれば、その日、その、入ってきた人ってのは異物ですからね。まあ、納得はできるんですけど、まあ、で、それでね、 男からすると、あの美人が入ってくると、まあ、付け回したくなりますよね。僕、もし、その、あの、女性が、その、僕が田舎に住んでて、あの、すぐ近くに来たら、見に来ますもん。<laughs> で、付け回すのにも向いてるんすよね、田舎。なんて言ったって人が少ないから。えー、僕ね、今、この、うん あの、こうやって動画を撮っている場所からすぐ近くに、あの、国道41号っていうのがあるんですよ。名古屋市の東側をね、南北に走っている道路なんですけど、えー、これ、ここの道路ね、1日に車がだいたい7万5千台ぐらい通るんですよ。えー、ということでね、あの、ここに誰かが通ったとして、あのー、ね、誰が通ったかってのを個人に特定することは不可能だと思うんですよ。なんですが、 果たしてその知床の、まあ、街のメインの道路だったとして、あの、その個人を特定できないぐらい人が通ってるかっていや、その通ってるわけないんですよ。で、そのストーカー天国ですよね。もう人の特定が安易にできる。で、そして、この道から先に行ったらこんだけしか民家がないっていう状態が当然存在するんですよ。で、 ね、もう当たりをつけていけば、もう、ね、その、北海道ぐらいのね、広いところで、でも、その、人の家を特定することは、おそらく簡単だと思います。まあ、だってね、ここら辺の名古屋、ね、200万人いるとこでも、あの、別に住居の特定って頑張りゃ可能ですからね。<laughs> ってことを考えたら、まあ、北海道だったら簡単だろうな、っていうことは僕は思います。 で、そしてね、田舎のね、欠点なんですけど、もし何かことが起こったときに、助け呼ぼうとしたって、助け来ないっす。あのー、まあ、ね、僕も岐阜県とか、ね、長野県とか静岡県の、まあ、山の中を走りますけど、愛知県のもそうだけど、まあ、隣の家までの距離が遠いっていうところあるんですよね。で、もしここに、あのの、とかが入ったら、その 自分の身を守ることができるのかなこの人たちはっていう。まあ大体ね、もうそこら辺には老人しか住んでないんですけど、まあそれが若い女性だった場合に、まあ例えばその性的な目的で来た人がいた場合に、その逃げ切ることできるのかなって。いや、なんともならんだろうって。でもし、俺が、俺がね、その悪人だとして、ね、そのここにいる家の人を、 に何かか危害を加えよううとしたらできるだろうかって簡単にできちゃうよねこれって。いうことをねあの思うんですよ。だからね田舎ってやっぱそういう意味でのそのリスクってあるんですよね。でこの人たちそのディーンさんがその嘘を言ってんじゃないかっていう説があるじゃないですか。 なんでないかって思ってるかっていうと、あの、すごい空いてるからっすね。その動画の撮影の期間が。今回4ヶ月以上空いてるということで。まあ、そのや、その間収益なしで暮らせるのかっていう話あるじゃないですか。まあ、それまで稼いだお金もあるだろうけど、その、結構その、空き空いた状、毎回ね、その何日かにいっぺんっていうのが、 例えば毎週1本出しますとかではなくて結構空いてるんですよねだからあのー、広告収入とかよっぽどその視聴回数がすごくないとそこまで入ってきてないんじゃないかなっていうふうにまあ僕もその YouTube をね長いことやっててまあ週1かまだですけど <laughs> あのー、そういうふうに。 思うんですよ、ね、あれこれ収益そんなに出てないよなってまあだからそのまあプレゼントの受付フォームとかがあったりとかまあ僕はどっちかっていうとそのグラビアアイドルとか VTuber みたいなアイドル的な売りだと思ってるんで <laughs> あので本来ならその被害に遭いましたっていうことを即日でも動画にする方が儲かるじゃないですかでもそれをやってないで 前回1年、引っ越して1年で公表したんだけど、で、今回4ヶ月で公表じゃないですか。まあおそらくその大丈夫だろうっていう判断で、まあ動画を始めました。で、前日の動画を始めましたっていうところから今日ね、つい、あの数分前に動画を上げてるんですよ。あの、なんだけど、<laughs> あの、まあそれは見てないんですけど、 まあはっきりして生でそのいろいろな意見があるし今注目を浴びてるわけだからまあねその田舎の動画とか旅の動画を上げれるわけじゃないけどその動画を上げていくのは僕は一応 YouTuber としては正解だと思いますでもしその嘘だった場合あの、まあ、本来だったらその刑事事件に近い話なんでその容疑ね捜査が進んでその容疑 が固まっっっってててそのの人たたちが捕まままからえどここ引っ越しましたっていううととは公表すするべきだと思うんですけど、まあ、おそらくそういうわけにもいかないんでしょうねっていうことを僕はちょっとだけ思ってます。まあ、そのウームさんがね、生活を保障してくれるわけでもないでしょうし、まあ、じゃあ、あと何年間ね、その、逮捕されるまでおとなしくしときましょうっていうわけにもいかないでしょう。とは思うんですよね。えー、だから僕は嘘ではないと思ってます。 <laughs> えー、でね、今回の、あれなんですけど、えー、あの、りんさんさ、ちょっと戦場的な動画をずっと上げてるじゃないですか。で、今回の、その、今、関東に逃げてきましたっていう動画ですら、ちょっと戦場的なんですよ。あのー、これね、いや、 男誘ってるわけでしょ簡単に言うと男誘ってるわけよ。<laughs> まあの、こういう言い方はあれなんだけど、で、これ間違いなく、その、被害者の人は悪くな,いなくて、加害者が悪いに決まってるんですけど、それでもねそ、それちょっとやめた方がいいんじゃねえかなって思ったっすが、でこういう動画って色々あるんですよ。 例えばね、このリンさんのど、あの、田舎暮らしの動画を、俺、一個視聴したんですよ。で、その視聴した後に、そのおすすめの一番最初に出てきたのが、あの、車の中で、あの、胸がボーンって出とる女性が、またおっぴろげて、またあのパンツ見えてるような <laughs>、サムネだったんですよ。<laughs> 要するに、そういうカテゴリーなんですよ。あの、ビエロみたいな、あの、そういう扱いなんですよね。<laughs> で、それの中にいる以上、男性は当然性的な目で見ます。あのー、ま、あそういうね、ユーチューバーいっぱいいるし、あの、この前ね、韓国の、あの、DJ ソーダさんだっけあの、あの、エロい格好して、あの、胸揉まれたって言ってる人。ま、あの人なんかもそうだけど、あの、いつか起こることなんですよ。 自分で守ろうとしない限りだってあの人も DJ ブースにいたら大丈夫だったんですよでわざわざその柵があるのにそこに近づいてって触られるわけですよでその触られた中で胸触られるも肩触れるも髪の毛触れるのも一緒ですよ <laughs> <laughs> でまあね、その胸触りたい人間もいるだろうし、で、なんならねあの、そこで押し倒してやりたい人間もいるはずですよ、まあで,でもやれないじゃないですか、だから胸触るでちょっと収まってるっていうところがあって、で僕言う、これよく言うんですけど、あの人が、あのもしね、この、まあ林さんもそうですよ、あの西洋の鉄の鉄の鎧あるでしょ、プレートメールっていうやつですけど、あの、まあ、 イメアニメ好きな人をちょっとイメージしてもらえればわかるんですけど、あの、ゴブリンスレイヤーさんとか、あと、えー、鋼の錬金術師のあるとかね、あの、その辺の格好です。あの、歩くとガチャガチャ言うやつ。あの、そういう格好してたら胸触られんと思いませんあの、で、あ、あまあ、ちょっと僕はあの脱がしてみたいとか思っちゃいますけど、あの、あの逆の意味で危ないかとか思うんだけど。 まあそういうことですよ。あのー、そうやって自分を守らなきゃいけない。で、こういう話をしたときによく言うんだけど、あのー、横断歩道を渡っているときに、車止まらないといけないんですよ。えー、普通に男の人がいても、あ、じゃあ女の人がいても、男性は触っちゃいけないんです。同じルールですあの。法律的にも決められてます。で、なんだけど、あのー、横断歩道を渡っているときに、 車がそのまんまビューンって通ってて通くことありますこれ、まあ、車の方がね、ルールに気づいてない、人に気づいてない、まあ、そもそもそこに横断歩道があるっていうことを知らない、見てなかった、いろいろな理由がありますけど、その、人が渡ろうとしてんのに、車がビューンって通り過ぎることあります。これ、違法なんですけど、えー、どうしてもそういうことはあるんですよ。で、同じように、その、 女性に、を触っちゃいけないって分かってても、近づいてくるやついるんです。それがわざと、ま、これの場合は悪意ありますけどね <laughs>。あの、で、その悪意がある人間から身を守るのは自分しかいないんですよ。車近づいてきたら、その、そいつが止まるか止まらないかを察して、その、まず渡らないでおくみたいなことも一応必要なんですよ。 その、一応法律は守ってくれますよ。ルールとしてはそうなってますよ。でもみんなそのルール知らない可能性だってあるし、見てない可能性だってあるじゃないですか。だからそれは自分を守るために、その、止まらなきゃいけない。まあ、まず止まってみるっていうのも必要じゃないかなって。で、これ、もし、渡って、引かれた。当然、引いた側が悪いですよね。当たり前です。これは罰せられますし、まあお金の問題にもなるでしょうし、 <laughs> えー、まあね下手すりゃ刑務所に行く可能性もありますまあ女性を触った男性の方もそうですよねまあ触って何したかは知らないけど、えー、おそらく捕まりますし刑務所行きますしまあねその賠償金というかなんかお金の話にもなるでしょうなるなりますけどその車にひかれた時のその障害残った障害とか怪我の治療とかの期間と失われた時間 とかってえー、それってねあの交換できるもんなのっていうそのいただくお金とかその相手に与えられた罰で交換できるもんなのでその女性がさその男性に襲われてその性的な被害に遭いましたそれおそらくその男性は捕まるしその刑務所とか行くでしょうしまあ ね、いろんな人から同情もされるでしょうけど、で、それで大丈夫ですあの、心の傷とか残りません心の傷、そういう時の心の傷って僕は一生もんだと思ってますけど、まあ、それ大丈夫ですかね。あのー、ということですよ。やっぱり、これは自分の身を守るためにも、その、あんまり戦場的な格好はしない方がいいんじゃねえかなっていうことは、僕はそれだけは言っときたいですね。あの ま、今回のね、その、リンさんも、僕がね、動画見て、その、別、まあ、別の動画を探してた時に、なぜか、あの、セーラー服で戦車してる写真、あのー、動画とかがあったし、まあ、その、DJ ソーダさんの時も、その、胸、胸を揉まれた動画の次に見た動画が、DJ ソーダさんが腰を振ってる動画でした。え、ロって思いました。あのー、<laughs> <laughs> これは胸触りたくなるわっていう風になりました <laughs>。えまあ、エロ売りってのはあんまり、だからそういう意味でよろしくないかなと思います。まあ、ということでね、あのー、まあ、おそらく今回の話は本当だと、本当の話だと思うんですけど、これ別に田舎だから起こるとか、都会だったら起きないっていうことないんですよ。 あの、田舎だからね、その場所を特定しやすかったりはいろいろするだろうけど、あの関東行ったって関東人多いんですからね、50万人の登録者がいて、まあそのうちね、あの人口の比率考えたら数万人は関東の人間ですよ。で、その数万人のうち100分の1があのストーカーみたいになったとして、500人とかいたりしたらさ、偉いことじゃないですか。っていうことを考えたら、あのー、 あんまりね、そういう感じで。だからちょっとね、俺今回、その動画出すのも早かったなと思うもっと解決するまで待ちゃいいのにとか思ったんだけど、まあこれはね、いろいろ都合があるでしょう。まあ YouTube 的にもね、その数字的にも厳しいと思うんで、で、その動画出さないと YouTube のチャンネルの収益化剥奪とかもおそらくあると思うんで、あの、まあこの,この辺のルール僕わかんないんですけど、うん。まあそういうこともあるでしょうから、 まして事務所所属だから事務所のピンハネとかもあるでしょうしね。うん、まあそういう意味で、あのー、まあ今後、頑張り、頑張るみたいなんで、お、え、そ、ー、らくね、うん、まあ今後、こうやって動画を上げ始めたっていう、で、短いスパンでポンポンと出したんだから、おそらく今後ね、また活動していくんでしょうけど、えー、ちょっといろいろ気をつけていただきたいなと思います。えー、それとね、えー、今回、 今回のお知らせなんですけど、えー、僕ね、明日からちょっと現場変わって夜勤になりました。な、しばらくの間ね。あのー、そこの夜勤の現場に行,く行ってたやつがちょっとコロナかかりまして、でまあそういう都合なんですけど、えー、と,と,ということでね、あのー、<laughs> あの、<laughs> あの動画がね、出せない可能性がちょっと出てきました。えー、そういう感じです。<laughs> まあ詳しくはね、えー、おいおい話そうかなと思います。 はい、そういうことです。まあ、つっても、まあ、あちょっと、やめとこうかな。<laughs> はい、やめにします。はい、以上、パチューでした。バイバイ。